伝説ののり弁職人、野球見のり人。はい、皆さんこんにちは、宇宙一大学バスケを愛する宇宙人カルロスです。まあ、ただいまね、フルゲームウィークということで、毎日1本ずつね、カルロスの実況付きでフルゲームを配信しているんです。昨日と一昨日はルーキーズトーナメント2017のね、激アツの2戦を実況してきたんですけども、やっぱりもう負けず劣らず伝説の試合というか、もう伝説の第2017をね、皆さんと一緒にフルゲームで楽しみたいなと思ってセレクトしました。ババちゃんの代で、斉藤匠くんとか杉浦雄星くん、あとまあ秋山ひかる、もうね、結構とんでもないメンツが集まってめちゃくちゃ強いんですよね。まあ佐藤拓磨くんとかもね、めちゃくちゃいい味出してますし、リスワーク2017を皆さんと一緒に楽しんでいこうと思います。それでは、あ、伝説。まあ、この時は本当メンバーが濃くてですね、光くんもいますね、杉浦くん、そして、まあ、木原くんも今映ってましたけど、先週の大沢くんですね。スタートが杉浦くん、拓海くん、拓磨くんからのダルチェーン、そしてインサイドがね、ゲンゲンです。ゲンゲンはこの時ね、まだ2年生ですけど、めちゃくちゃうまいですよ。という感じで行ってみましょうか。はい、日本学生選抜ベース、韓国学生選抜の一戦、リソーハック2017ですね。第一戦がキップオフです。まあ、これ例年ね、韓国が強くてなかなか勝てないんですよね、日本代表が。このあと5番の相手のポイントガードです、めちゃくちゃです、めちゃくちゃうまい。うわ、そう、インサイドがね、韓国は氷山選手多いんですよ、体の使い方とか。でもこのメンバー結構ね、世代で言ったらこの世代ファンの人はもうよだれが出るぐらいのね、メンバー。うわ、すごいとこ出すね。ババちゃんのスリー、ない。なんか早いな。うわー、強い。ノーファル、ナイス、ナイスフォロー。結構あれですね、まだゲームが始まって間もないですけど、お互い結構早めにガンガン来ますね。ナイス合わせ。ゲン君冷静。たくみ君もね、このビッグマンはびこるゴール下でしっかりとリリースして、ほんま貴公子か、悪魔の王子様感強すぎる。僕ゲン君のいいところはね、だいぶ大きいですけど、何よりなんだろう、クレバーですよね、パスとか上手だし。やっぱ若干ね、2年生ながらもここに名を連ねただけはある。はい、という感じでお互いはちょっと様子見て、金髪 OK なのか、場所一緒だな、ババちゃんと。さて、ちなみにメンバーは結構濃くてですね、中村太一選手、ナナ・ダニエル・ダン選手、多田武選手、大沢輝晴選手などもいます。この時のメンバー結構ね、すごい濃いですよ。セットプレーコールしました、たくみくんが。さあ、何を見せてくれるんだい、日本代表。俺たちは日本、はい、これね、チャチャチャと入れてくれたらありがたいですね。うわ、すげえとこ出すね、ババちゃん。世界のババですよ、これがもう世界のババですからね、もう相当すごいですよ。うわー、ナイスグッディ。ババちゃんってこう、ディナイを、なんだろうな、しっかりこう、なんだろう、腕張ってしたりしないんですけど、シュッと入ってきてスティールとかします。ビッグ強いな、相手めちゃめちゃすげえビッグしましたよ。そしてみんな髪型が結構流行りなんですかね、韓国の学生選抜のメンバーって。こう髪型が結構マッシュっぽい方が多いですよね。たくまくん、結構たくまくんとゆうせいくんは自由に動き、うめー、バカんなすごいな。うわー、だって完全に引っかかったもんね、今コーナーのパスフェイクが。たくみくんは足がレイクスターズで爆発しましたけど、やっぱり4年生の時も本当にすごいっすよね、大学の時のたくみくんは。全くゲームメイクもできるし、点も取れるみたい。グッティグッティ。これね、2019のリソーハクも
はい、フルゲームで YouTube に出してるんですけど、やっぱりなかなかね、韓国の方が強くて、最初するんですけど、後半がね、厳しかったりして、やっぱりこのメンバーすごいんですよ、なんか、追い詰める感がね、あるんですよ。今最後まで一緒に、見ましょう。早いなー、このガード。うまい。あー、行くな、これ。やるな、これ。うわ、すごいパス。すごい。おー、ファール。ファールだね。ちょっと結構吹っ飛ばされましたね、今。ちょっとババブーンのターンかなと思って、ちょっと身構えたんですけど。あのね、ババちゃんがブレイク早いなんてもう、日本のね、大学生みんな承知ですからね。早すぎ。ボール持ったら5秒でシュートまで持ってきますから。いいとこなんじゃない、これ。うん。この辺は、あれですよね。やっぱりちょっと即席チームというか、はい。代表で一緒にやってるので、合う合わないがあるかもしれないですけど、ゆうせいくんは結構やっぱ一回ローポスト入れて、で、パス戻して、で、ちょっとこう自分でね、ポジション調整してもらうみたいなパターンちょっと多いですよね。ちょっとってなんかいいな。ナイス相手だけど上手いね。なんかこれ、理想博って終わった後、なんて懇親会というか、韓国のメンバーと日本代表のメンバーでね、食事取ったりするんですけど、その時に匠君言ってましたよ。5番のガードめちゃくちゃ上手いって。まあ、韓国学生選抜もこの後 KBL に行ったりとか、そういうプレイヤーばっかりなので、レベルはめちゃくちゃ高いと思います。国際試合っていいですよね。いやー、これ、おーまん。ババちゃんリトリートっていうのかな。引き足で守るの上手っすね。さて。やられるよねー。ちょっとあそこも、匠くんとミスマッチになった時結構やばかったですもんね。はい。ということで、韓国11点の日本が8点。競っておりますね。いやー。匠くん劇場じゃない。ナイスアセ。うわ、いい。ケン君グッジョブ、めちゃくちゃグッジョブ。シュートを打とうとしてあんなね、修正ができんの、テクニックすぎるな。やっぱケン君、この時、なんていうんですかね、主役ではないんですけど、こうね、年上がたくさんいる中でめちゃくちゃすごいですよ。ナイシュー、うまいね、うまいね、しかし。はい、おっと、タノバならず。いや、すごい、グッディグッディ。で、日本はディフェンスが結構すごいですね、個人個人の。ノーファル。おお、意図せず当たったっていう感じでしたね、ちょっと。大田区総合体育館でやったんですけど、まあね、このメンバーだったら、もっと人いて、もっと盛り上がってもね。いいですよねって思っちゃいます、カルロスは。大学バスケ、これからですね。まだまだ。うわー、グッディ、めちゃくちゃグッディ。まあ、やっぱ1対1がちょっと韓国は多いですけど、それ打破できる方々が多いからなんですかね。うわ、いいね。うわー、奥行った。グッショー、めちゃくちゃグッショー。ゲン君のね、ロンポスのシールがちょっとおとりっぽくなりましたよね。テクマ君もよかしてた。素晴らしい。いやー、おー、グッディ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 、すごいすごい、日本快進撃。うわ、おい、おー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 おお、開いた口が塞がらないぜ。あれだね、結構前からバチバチプレッシャーかけてターンオーバー誘っておりますね。こういうのうまい。これもいっちゃうんじゃない。ババ君がいれば全てが最短最速だからね。みんなよく走るし、みんなすげえポジショニング、スペーシングっていうんですかね、広く使うから、中にギュンギュン切り込めたりしていいですよね。ケン君のローポストがいける。寄った、寄った、誰か入ってる。そう、そこなんだ。やるんじゃん、これ。惜しい。ちょっと今もう俺、ベンチにいる一人かのようなテンションでやっている。ありそう。いやー、ちょっとね、結構シュートポンポン打つし、お互いね、少し外したりするから、展開が早いですね。だって、15点差も、匠君一回落ち着かせましたけど、まだね、
おー、OBT がすごいな。たくみくんも、いやー、杉浦くんのすごいとこ。ちょっと日本がね、ブレイクリッキー持ってきましたけど、3分30秒か。いや、こういうドライブからキックアウトみたいなうまいっすね。インサイドの選手も外打てるからか。やるな、これやるな。おー、もうアウトレットというかね、ボール受けたらもう3秒で速攻よ。1本取って3秒で速攻、デン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 。1本取って3秒で速攻、デンデン。裏拍取ってますけどね。あー、韓国は結構シュートもサクサク打ちますね。はい、日本ボールです。これ、ゲン君に代わってインサイドが誰だ。ちょっとカメラ位置の問題でちょっと見えませんが、あ、玉木君ですね。翔吾君が入ってきました。そう、赤を基調としたね、日本のユニフォームだけど青バッシュ履くというね。いや、うまい。今杉浦君顔見せが1対1がやっぱ強いんだろうな。ビッグ、おー、玉木君のファウルかな。もうちょっと相手のカードうまかったっすね。打つよ打たないよで、こうちょっと相手を散らしてシールが前取るのを待ってみたいな。素晴らしいですね。やっぱこういうレベル高いというか楽しいバスケット見てるとすごいワクワクしてきますね。おう、うわー、うめーんどんじゃなかった。すごいね。ちょっと落ち着こうと。やっぱ日本プライドですね、これは。はい、ベンチサイドで結構準備してますね、今。暑い。さあ、13対17ですね。こっから4点差か。ちょっとでもリード離したいですよね、でも。ほんとスペースが、おお、すごい、バチバチやってんの、たくまくんとこ。うわ、うめえ。裏からのせっ、これいくね。いや、早いな。でもやっぱ、当たり前ですけど、個人個人の技術がめちゃくちゃ高いですよね、技術力が。いや、だからね、こっちの司令塔は匠斎藤よ。なめんじゃないよ、あんたたち。匠斎藤よ。ちょっと巻きっぽい感じだけど、ガツガツ、おっちい。ちょっとオフェンスリバウンドがなかなか取れないから向こうのブレイクがちょいちょい出ましたけど、打つよねー。いや、匠君もやり返す、走れと。いや、いいよ、走れ。多分ちょっと匠君の頭の中で、ね、杉浦君にここ走れって指示した時点でなんかあったのかもしれないですね。その得点イメージみたいな、なんか上手いガードの人ってパッて浮かぶみたいな聞きますよ、僕も。結構ポンポン打つね。ここは匠君は時間的にはゆっくりやるんかな。もう1分切ってるから。いや、暑いっすね。てかやっぱこうね、ラストはババちゃんか。見届けよ、みんなで。ババゲンのピック、どけどけと。おお、割るね、うめえ。いや、つないだ、どっち。はい、マイボールです。いやー、まあでも毎大会そうですけど、やっぱ当たり合いは結構激しいですよね、李宗博は。ラストやるんちゃうん。ちょっと見たいな。うわ、いいとこだな。なんか玄君のとこ使うのめちゃくちゃうまいっすね。ローテーションができてないというか、韓国がすごい。玄君ナイスファイト。ということでここ1本止めたいですね。リードしてますかね、ジャポンが。お、
木原くんが準備してます。大沢木原くんですね。専修大学卒、まあ今は卒ですけど、この時専修大学3年生かな。なんかねビッグカーさんは木原くんめちゃくちゃ押してたらしくて、やっぱりこのサイズで動けてシュートもめちゃくちゃ綺麗でっていう。控え金入れてきましたね。秋山光選手5番で、中村太一くん結構若手を入れてきた。うおーやられた。ちょっとあれですね、メンバーチェンジしてすぐやられるはあれですね、なんかなんだろう、厳しいですよねメンタル的には。はい、でもよくね監督さんによってはあるんですけど、まあ第一ピリオドとかでも少ない時間でなんかコートに立たせて、なんかコート慣れをさせるで次のピリオドから使うみたいな、なんかやっぱいきなり2ピリ頭から使うと慣れがないみたいなね、そういう考え方のもあったりするので、まあ最後の交代はそういう感じなんじゃないかなとカルロスは思っております。理想博ってまあ毎年やっていて、まあ去年の理想博は1戦目は勝ちましたけど残り2戦負けてたりとか、あとはこの理想博2017の前ですね、2016だと、まあ3試合とも負けちゃってたりとか、結構韓国の学生選抜ってめちゃくちゃ強いんですよ。まあそういう相手に我らが日本チャチャチャがどういうバスケットを展開するのか、ニピリも皆さん一緒に楽しんでいきましょう。中村太一くんがね、はい、アサインというかコートに立ちました。これまあミスター破天荒秋山光くんがどういう、はい、バスケットをするか見てみましょう。まあ、秋山くんもねあれですよ、東海大浦安高校出身で、まあ、結構無名というか専修大学にで、これで4年生でね日本学生選抜入りますからね、すごいっすよ。元くん、馬場くん中心に軸はしっかり残しつつもちょっと新しい風を吹かせるって感じですかね。すごい、こういう1対1初め久しぶりに見た馬場くんの、すごいね、ドリブルでしっかり崩してプロップっていう、あざっす、日本の宝やあんたは。頑張れ G リーグ、みんなで応援しましょう馬場くんのアメリカ挑戦を。カルロスも全裸で応援してます。はい、23対17、いいペースですね。ジャポンはカルコンのしつけえディフェンスをなめんじゃねえぞ、すげえからな。いやーいいね、お作戦ボードが破壊された作戦ボードが破壊された。まあでも光くんはなんだろう、コントロール系ではないですからね、どっちかって言ったらインパクトというか、なんだろうな、流れを変えるプレイヤーみたいなところが強いからね。お、すごい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 、惜しい、はい、という感じで日本は結構あれで小さめに守ってますね。うわーでしょ、シュートがうまいんだから本当に。ミラムシュー2番コールしましたね、セットプレーです。ボイ君、太一君が1対1、いやーぐしょうまい。やっぱ中村太一選手もね、ビッカーさんにもうあれだったら激推しというか、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいですからね、この時練習から。ちょっとファールでしたね。じわじわじわとちょっと、韓国の代表が追いついてきていますが、うん、いやまだまだですよ、これからですよバスケットは。一番コールしましたね。あ、安岡くんが入っておりますね、ドラゴンです、安岡ドラゴンが入っております。やるんじゃないビッグで、うわー右から左に持ち替えたけどファールかな、惜しいですね。まあね余談なんですけど、この時匠くんと安岡くんがね部屋一緒で、
ホテルの部屋が一緒で、で、ね、安岡くんがね、明け方かな確か寝言でいきなりズキアニって言ったらしいです。それ以来ね、もうだから2017年でしょ、でここから今2020年なんで3年間ぐらいあったらズキアニって呼ばれてるらしいです。はい、ズキアニって面白いね。はい、秋山くんに代わってね、たくみくんが入りましたね、ポイントガード。いやー、ついノーファルショ。おー、行こう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 、行け寄せ、行け寄せ第一。いやー、すごいいいっすね、なんかリズミカルな感じで。すごいですね、やっぱ韓国の学生選抜は結構大きな選手でもね、ガンガン球運んできたりするんで、やるんじゃない、うまいな、能力ありますね、この10番の選手は。ファールです。まあでもズキアニーはすごいですからね、もう江戸川大学から、はい、日本代表に入り、今 3x3 でもね代表活動してて、で秋田ノーザンハピネッツではもう不動のシューターですよ。バスケは何が起こるか分かんないです。楽しいですね。匠劇場、うわー、すごいとこ出すんだから、あんたも。すごいな。普通出そうとも思わんし、出しても引っ掛けられるようなとこ通すもんね、匠劇場。うわ、すげー。やっぱ一人一人の球持ちも長いですけど、決めてくるのがすごいですね、しっかり。うめえなぁ。やっぱり。個人がすごい上手ですね。24対25、ちょっと、追いつかれ気味ではありますが。やっくん、りゅうくん。おー、蹴ったね。やっぱズキアニーの、ね、真骨頂はスリーポイントなので。お、ダニエル・ダンが入ってきました。我らがダンです。若干2年生なのでまだちょっと若いし、ちょい細めですね。大地くんはすごいプレータイム長いね。たくまくんからのハイポスト引っ掛けられた。いや、まだ全然わかりませんぜ。ちょっとあれですね、お互い点がどんどん停滞してくるというか止まってきてますね。でもディフェンスすごいよね、みんな一線がすごい。プレッシャーしっかりかけて、うわーすごい、めちゃめちゃいい、守ってるんですよね、ただちょっと決定打がないというか。うわー、入る、惜しい。すげえな、もう隙あらば狙ってくね、めちゃくちゃうまい。ブレイクの出しどころ探しつつも隙あらば自分でガチャガチャいける。ジェスセイバスエイヤパセイヤパセイヤパセイヤって感じですね。やっぱオフェンス見て楽しいですね、この試合は。皆さん最近のたくみくんのプレー見てますか？すごいです。はい、ちょっとぜひね、見てないよって方はぜひ、はい、新シーズンもそうですけど、ちょっとね、昨シーズンのたくみくんのちょっとプレー見てみてください。すごいですよ。そう考えるとみんな B リーグでね活躍してますもんね。まああの馬場くんはアメリカに挑戦してますけど、うわうめーけど守りきってる。こういうとこで取りたい。どこでやるかっすよね。まあ馬場くん入れたってことは多分点が欲しいし、ブレイクガンガン出したいって意図かもしれないですけど。うわー、ちょっとうまいな。どうなんか一個一個の動作がうまいな、たくみくんは。もう惚れるわ、この字や、たくみくんに。どうですか、コメント欄でもあれですけど、視聴者皆様、たくみくんファン結構いますか？カラスはね、結構たくみくんファンです。はい、でもポイントガードはいいですよね。何してくれるかわかんない、ポイントガードって見て楽しいし。結構でもね、なんか点取れる人がたくさん集まりながらも球がどんどん回りますよね。おっと、うわー、隙あらば来る、隙あらば来るよ。ディフェンスも結構ハードにやってきますね。上手っす、上手、すげえな、寡黙なババちゃん。
あとね、この試合は上の電光掲示板に得点とかね、時間を書いてるんで、選手が結構上見がちなんですよね。やつが本当にね、ここ数分得点が動かないですね。お互いしっかり守ってて、いやーリバウンド、こういうの強いから、いやすげえ、シンプルにガツガツいい来ますよね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいインサイトですよね。落ち着いてるぜ彼らは。ババちゃんのワンワン、ゲン君のとこやっぱいつも狙ってますね。いや、これで決めそう、惜しい、やりますね。しっかり作ってきますね。多分ちょっと得点が止まってるからか。いや、読んでた、いや来た、来る来るぞ、ババブーン。はい、まだこの時はね、ババブーンがデビューする前なんですけど、ちょっとね、2017年バージョンのババブーン、すげえな。あんだけ競り合ってても関係ないんですよね。左奥の高校生もう5万円ですよ、満面の笑みね。自分たちのサイトであんな豪快なプレー見たらめちゃくちゃ楽しいですよね。ということで皆さん、大学バスケぜひ見に来てください。すかさず宣伝をする可能性です。こういう段からね、ちょっと流れが起きればいいですけど、グッディグッディグッディ来た。いやー、今のはババちゃんのナイスディフェンスですね。たくみくんもそれ読んでたし、めちゃめちゃ熱い。うわすごい、飛ぶねたくみちゃん。いやー熱い試合になってきた。あ、ずっと熱い試合なんですけど、展開が爽やかな笑顔や、あんちゃん。めちゃくちゃいいですね。やっぱあのババちゃんのダンクから一気に流れというか、日本いい波、あ違った、日本代表いい波なってんねーですね。まあ、ちょっと古いですけど、はい、ご容赦ください。タクミ君すごいですよ、あそこのディフェンス。いやー、お互いやっぱディフェンスがいい上に、うわすごい、いやーナイスリバン。これどこ狙ってんの、うわいいとこ出すな。ポスポスですね、ポスポス。ゲン君、ゲン君やれ、かまして、ノーファールや。ブロッキングだよね。オッケー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 、もう平岩ゲンを世界に見せつけたれ。はい、さあなんか誰で行くかみたいなとこも楽しいですね、見てて。ゲン君がやっぱあれですね、そのなんていうんですか、引き立て役に回ってるというか、1対1の邪魔しないようにしっかりダイブしたりみたいな、そのちょっとスペース見ながら、すごいバランスがいいですね。うわ決まりそう、いやーカルロス嘘つきなんで基本ね。1本作りますね、ちょっとゆっくりめに。あーでもどっちだ、いいんじゃないですか、多分1本中で欲しいなみたいな時間帯なんでしょうね、きっと。3点差、29対26。いやーすごいですね。まだみんな身長大きいからああやってね、おすごいな、8番のディフェンス顔でプレッシャーかけてきてたで、今なんかいいですね、すごい。あーやばい、これかっけえやつだ絶対、これかっけえやつだ絶対、なんかそんな気がする。うわっ、おなんかうわー逆にブレイクダウンされてタイムアウトですね。なんかカルロスの経験上なんですけど、タクミ君がね、あのクロックダウンですね、ショットクロックが短くなって、バッシュをこの自分の手でキュッキュッってやり始めた、自分でなんか攻めるときなんですよっていう勝手なあれなんで、見方なんですけど、そういうのもあると思うんで、はい、果たして合っているのかカルロスの説はどうなんだい。すげえな、すげえねしか言ってねえよ、語彙力今夜も。灰色を狙いつつ
わあ、うまい。惜しいですね。でもなんかすげえいい形でシュート打ててるんですけど、ユウにやっぱブレイクが出したいんですよね。いやー、ファールか。よかった、入ったね。なんかこういうちょっとファールとかした後のシュートが入るとちょっとヒヤッとしますよね。よかったーみたいな。しかしフリースローか。1点差だもんな。ふぅー、あぶねえ、あぶねえ。ヒヤヒヤさせやがるぜ。ありそう。あー、同点ですね。ここやで。たくみくんの肩筋に住みたい。俺は肩の筋肉に。たくみくんの肩三丁目に引っ越したいな。めちゃめちゃいい筋肉してる。逆サイド、たくまくん、そういうプレー。いや、やっぱお互いちょっと入んないですね。今我慢の時間帯や、これが俗に言うありますからね。我慢我慢みたいな時間帯って結構ベンチでいるんですよ。我慢って叫んでるチームメイトとか。うわー、おしゃれー。何今の、めちゃ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 クールやん。すごいね。まあ、本人クリス・ポールとか好きって言ってましたけど、パスが上手っすよね、本当に。匠くんは何だよ、もうめちゃめちゃおしゃれだな。ラルフローレみたいなパスしたのに、すごいおしゃれ。フレッド・ペリーかな、フレッド・ペリーみたいなパスしましたね。いやー、いや、守った。リクさんいけって、リクさんいけ言うてるよ。しかし、たくみくんはね、こういう時だからこそ落ち着かせる。そう、それが歩くフレッド・ペリー、斎藤匠なんです。え、フレッド・ペリーおしゃれじゃないですか。カルズ結構好きなブランドなんですけど。いやー、杉浦くん、ああいう時でパッて打てますからね。第2クォーターはね、第1クォーターの豪快な点の取り合いから打ってかって結構お互いちょっと我慢の時間みたいな続きましたけど、でもやっぱババブーンすごいですね。このダンクが後に日本代表でね、はい、披露されるって考えたらちょっと胸熱ですよね。早めに見れたあの端っこの高校生たちは本当にいい経験したよ君たち。うん、アメチャあげる。後半もね、多分このメンバーなんでめちゃくちゃ面白いことになること間違いなしです。皆さん最後まで一緒にちょっと騒ぎつつ、はい、楽しんでいきましょう。ちょっとババ君がダンクしそうになったらババブーンでみんなでちょっとね、画面の前で一緒に叫んでください。よろしくお願いします。第3ピリオド開戦じゃ。ババちゃん、おっと、どっちの、あ、ババちゃん遊ぶね、遊ぶね、ボールで、ボールで遊ぼう。エンドっすね。たくみくん、コービーいけんかな。黒バッシュかっこいいね、やっぱ。いやー、ちょっとどういう感じでいくか。あの、ね、下からスクリーンかけるのがすごい多いですよね、このチーム、日本代表は。いった、ナイスアセ、ノーファール、ノーファール。すごいボーリングかのようなアセをしたらすごい転がしたね。めちゃめちゃ綺麗に。たくまくん、ナイスアシスト。はい、ただ今シガレイクスタンドでね、たくみくんと一緒にプレーしておりました。いやー、そこらへんフリーつくんのうまいな。いった、これ第2弾。わー、ババブーン見れたとこなのに今見してる。ババブーン、はい、というね、まあ、文句言うのは良くないですね。はい、ちょっとファールでね、怪我したりしなきゃいいですけど。あ、すごいマッチアップだな。でもババちゃんより10センチぐらいかな、ちっちゃいの。
タクミ君の相手がやばいですからね、この5番のガード。杉浦がその2、おぉーノーファール絡めた。いや、ヘルド、ヘルド。おった。おぉ、すごい。すごい、球の、球際の。こういうのなぁ。ファールかな？ラインクロスか。ちょっとあれだね、すごい今、球際の攻防がすごかったっすね。ちょっとやっぱ韓国の学生選抜はこういう、ルーズボールダイブとか結構熱くやってきますからね。うわ、玄君グッディ、玄君グッディ、ファール？今の？マジか。ちょ、ファール重なって交代っすね。さあ、誰だ？玉木くんです。翔吾ちゃん入ってきます。レバンが北海道への移籍が発表されましたね。地元のはずなんですけど、北海道でもうちょっと暴れてほしいですね。もうトマホークダンクしてほしいです、僕には。翔吾くんには。すごいな、ババちゃんがボール前につくとめちゃめちゃ飛ぶし、すごい出しどころ塞いでくるし。さて、ほら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 、すごいね、跳躍力が。飛んでる時間長いし、何々だしってめっちゃ言うし。これいけ、ゴー。誰、誰だ、きたー。おー、球の保持を高く。ファールですよね。ボールだよって感じだったけど、あれか、多分その、でもあの位置から吹かれるのもちょっと難しいですよね。タクミ君は球が耐えてたって言いますけど、あれだと後ろからなんで、まあちょっとファールに見えちゃったのかな。まあでも審判もね、360度見えてるわけじゃないので難しいですけど。いや、迷子。すごいね、もうみんな一球一球に対するもうプライドがすごい。欲しいですね、ここちょっと点が、得点がね、また開始2分ですけど、ちょっと止まっているので。タクミ君めちゃめちゃ動くね、コートを縦横無尽に。決まる気がする。うわー、やっぱりタクミ君。もう抱きしめてくれ、カドースのことを。もしこの動画見てたら抱きしめてください、今度会った時に。はい。いやー、完璧に個人能力。ちょっとファールっぽいけど、やっぱ強いね。すごいよ。来るで、来るで。貴公子匠斎藤のゲームメーカー来るで。いやー、すごいね。もうでも馬場君とかね、杉浦君も匠君のとこだったらもう、なんか安心してまた、なんかお任せしてる感ありますよね、ちょっと。ここ。ちょっと相手もね、焦ってはいないですね、5点差。2です !2 でしょ、今の。踏んでたよね、2。え？マジ？ 3 か、踏んでたと思ったんだけどな。杉浦君はそこの1対1、場が強いぞ。ファール。バチバチやってきますよね。ちょっとこう、まあ、怪我したら危ないですけど、ちょっとバスケットは、なんていうんですかね、もう、コートではもうお互い、バチバチにやり合うっていうスポーツですからね。やっぱ一回、匠君にちゃんと預けるよな。おっと、うわ、狙ったぞ。そして結構ファールが鳴りますね。手に当たったなってなったら。でも、ちょっとね、審判もズレがありますよね。日本で吹くファールと、多分韓国で吹かれてるファールもちょっとズレがあるし、それこそね、国際大会だとね、いろんな、いつもと違うが多いと思うんで。あ、これうめぇ、抱きしめてくれー。すごい、もう、古武術やってた。やってたよね、古武術。とんでもない男やで。しかしまあ、めちゃくちゃうまいですね。でも馬場君がやるよやるよって相手がちょっと注目集まったところにサッターの位置に来るっていうのもね。まあでもこうやってちゃんと返してくるのがやっぱり韓国ですよね。
個人個人の能力はやっぱり高いですからね、向こうも。ババちゃんの盾は早いぞ。これなんですよ。なんか結構毎度ね、僕ちょこちょこいろんなところで言ってますけど、ババちゃんのすごいところって、日本人ってそのドリブルでこねるとかフェイク入れて相手を抜くっていうのが多いですけど、ババちゃんみたいに一瞬でバーンって抜ける人ってあんまりいないと思うんですよね、縦に。でそれもこのサイズがある中で、だからああいうね、縦にビッてこう抜ける選手って本当にめちゃめちゃなんだろうね、恵まれてるというか本当にすごいなと思います。で言うと、なんていうんですかね、あの比江島選手とかはなんだろう、ディフェンス、ドリブルとかフェイクとかロールで相手を抜き去るんですけど、馬場ちゃんはね、縦にパーンって抜けるタイプの選手なんで、やっぱね、あの得点が取れるフォワードっていう中でもいろんなタイプがいますよね。太一くんが入ってきました。ババちゃん浮かない顔してますね、結構この試合は。どうしたんだろう、あれか、当たり合いが激しくてちょっとフラストレーションが溜まってるんですかね。うちの太一は熱いぜ。うおー、さっと決め返してくるな、やっぱりこの選手クールだね。まだ杉浦くんがね、そんなに外が爆発してないからこっから来そうだけど、太一惜しい。いやーいいっすよ、やっぱ何回かオフェンスがこうやってチャンスできる。隙を見ていっちゃうんです。うわ、ナイスアセ、うまい。一番うるさかった今の俺、あれそのままあれだね、なんて言うんですか、後ろ向きでこうリリースできたらよかったっすけど。ジャパンだね、このユニフォーム結構カルロスさん好きです。はい、かっこいい。ジャパンですね、貯めるね、散らすね、みんなを。42対39。まあ、やっぱり日本がね決めても韓国もね決め返してくるんで、ちょっとなかなか点差はつかないんですけど、リードし続けてるっていうことが結構すごいですよ、本当に。ここ一本守りたい。いや守ったっしょ、そのリバウンドや。たくまくんナイスリバウンド、結構今大きいっすね。インサイドが玉木くん、優勢くんでしょ。で中村、おー、ちょっと押しちゃったか、今ちょっと抑えきれなかったね。外がたくまくんかな、多分たくまくん、大丈夫か。結構大きいメンバーですね今。そしてリーダーシップを取る匠斉藤です。怪我しないようにな、あのローカットの場所はちょっと捻挫しやすいから。怪我だけはするんじゃないよ。くっ、いやー40点、1点差か、重要な場面ですね。お互いファールも溜まってるしね。フリースローが、お、ヤスンが入ってきた、リュウ君が入ってきました、安岡リュウト君が。えげつないスリーポイント決めますかね彼は。あー、ゆうちゃん、ゆうちゃんのスリーが入ってきましたね、でかい。やっぱ杉浦のゆうちゃんのスリーが本当ここぞという場面でね、チームを救ってくれますから。キャプテンか、すごいね。うめえな、やっぱりいい筋肉しとるわ、ハンマーバキみたいな背中してそう。一本、いやー、やっぱ相手もね代表ですかね、甘くないですね。結構メンバー変えますね積極的に。スタートが軸でありつつも、ちょっとこう、なんていうんですかね、
機会を待って休ませつつシェアするって感じだったね。パイチ君は勝負強いぞ。いいね。いや全然。おお、つないだ。これゆうちゃん行くんじゃない。ゆうちゃん全然 OK です。2点差。緊張するね。うわ入りそう。やっぱりな、こういう時ばっか当たるんですよ、カラスの鑑定。いい流れだったもんな、ね、今やっぱ準備してる正面から来たパスっていつもやってるシューティングと一緒なんで打ちやすかったりしますよね。はい、カラスもねシューティングだと入るんですよ。試合中は全然入んない、うん。キャリアハイフリースローの2点。あ、いいね、ノーファル。やっぱこの辺の処理が韓国があれですかね、あんまり練習してないですかね。ビッグにこうインサイドがペッて出ちゃうじゃないですか。でそこにカバーも入んないから、ゲン君のもう独断上ですぜ。ゲン君暴れたれ、暴れ散らかしたれ。きた。おー、ナイス。今甘くないぜ。残り2分か。あの辺これやっぱ冷静にやってきますよね。本当にこの5番のポイントガード上手なんですよ。ぜひちょっとね3ピリオ残りも4ピリオもちょっとプレー目で追ってみてください。本当にうまいっす。タイムアウトでやんす。やっぱいいっすね、一進一退というか。いやー安岡くん、いやいいね、打ってこ打ってこ、大事大事。やっぱシュートが持ち味ですからね。うわー強いね。ファールか。うまいな。やっぱかのレイアレンも言ってましたよ、いいシューターはシュート打ち続け、なんだめちゃめちゃ大事なところかんだ。いいシューターはシュート打ち続けると、はい。でなんかねやっぱその打ってくシュートの中で修正していくのが大事って言ってましたね。オリモさんも昔同じようなこと言ってましたけど、はい、レバンが北海道でね今季惜しまれながら引退した選手ですけど、いいシュート打ち続けるんですよ。で決めるからシューターなんですよね、最終的に。決まんなかったら後でちょっとチームメイトから何か言われるかもしれません。はい、広く使います。あー隙を見ていっちゃうんじゃん。うわうめえ。いやリュウ君ドラゴン、これがズキャニ、ズキャニシュート、ズキャニシュートが入りました。安岡のドラゴンです。いやーちょっと50対50、うめえな本当にこの選手、めちゃくちゃうまいですね。前横から匠くんで右利きなんでね、右から来てるし、前にね元くん5つもちゃんと決めてくる。そしてエンドワン、めちゃくちゃうまい。やっぱり今カルロスもそうなんですけど、こういう代表戦ってね日本の選手ばっかり追っちゃいますけど、相手選手もめちゃくちゃ上手な選手多いですよね。うめえめちゃくちゃうめえな本当に。ズキアニオッケーオッケー。ヒカル君が入りましたね。ちょっとやっぱこういうクラッチタイムはね、ヒカル君の見せ場なんですよ。うまい。うわ冷静。ゲン君めちゃくちゃいいですねこの試合マジで。やっぱパスをはたいてくれる人、パスをさばいてくれる人がいるとやっぱり結構生きるんですかね。よくいいポジションを取ってるからと。難しいなバスケ。秋山光の副キャプテンか、背番号的には。あ、天候の副キャプテンだ。うめえ。みんなうまいな、やっぱ。時間短いよ、時間短い。おっす、惜しい。はい。いやー、相手の最後のスリーがでかかったっすね。52対54。いや、いい勝負。相手もね。もうね、韓国学生選抜代表ですからめちゃくちゃ上手ですね。これで李相博初めて見るっていう方はちょっと分かりづらいかもしれないですけど、
で、例年やっぱ韓国に結構リードされる場面が多くて、こうやって3クォーターまで競り合って熱い戦いを展開してるっていうのが本当にすごいんですよ。第4クォーターでもね、とんでもないプレーで出るかもしれないんで、みんなで一緒にちょっと楽しんでいきましょう。ということで皆さん、運命の第4クォーターです。見届けよジャポンを。はい、テンション上げていきましょう。最後の10分もよし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 、いやー打ってくるねー、ガシガシ。ファールじゃない？あー、そうだよね。なんかこれ難しいっすよね。あの手上げてても、まあ、シリンダーの概念というか、あの側面で押しちゃうとファールになっちゃいますよね、手上げてても。これはもうだからオフェンスリバウンドを取られた時点で相手のアドバンテージがね、高いんですよねっていう。バスケぼやき、外れてくれ。やっぱ画面越しじゃ過去には届かないか。過去は変えられないんだよ。うん、かましてくれ日本代表。行くぞ行くぞ。うわ、いい汗、うまいっすね。この辺のなんかすごい息も合ってるし、こういうね、即席メンバーでも合うバスケットをするっていうのはすごいですよね、監督さんの手腕が。うめえな。ファールじゃないでしょ。じゃないよね。いやー、これもファールだよね。もったいない。惜しい。ヒカルくん。まあ、しょうがない。じゃあ、しょうがないし。ハードにやるとね、やっぱりこういうことは起きますからね。よし、気を取り直して、この2点差でね、リードされてますけど、ディフェンスからリズム作っていきたいところですね。うん。僕今、魂が2017年のこの、大田区の大田区間にあります。皆さんも一緒にちょっとタイムスリップしましょう。日本の勝利を信じて。おー、狙ってくるね、隙あらば。だから、原稿はそんな編まないで。オーバータイムです。たくまくんは結構僕的にはイケメンだなと思うんですけどね、すごい。身長高いし、スタイルめちゃくちゃいいし。さあ、ひかるくん、破天荒見せてくれ。破天荒って、ね、意味ちゃんと言葉でありますけど、僕はもともとあの、ボボボボボボボに出てくる破天荒で知りましたけどね、破天荒っていう言葉を。名前だと思ってました。はい。さあ、ババカが決めて同点です。はい、大事なとこです。うわ、グッティ、めちゃめちゃグッティ。いや、なんかうまいんだこれ。ブレイクじゃない。おー、ファールか。めちゃめちゃファールで結構切ってくるね。まあまあ、でもめちゃめちゃ我慢してますよね、メンバーも。本当が可愛いですよね、このユニフォームの5とか7とか。いやー、一本一本、ババちゃんのね、シュートで同点に追いつきましたから。でもやっぱ、うわ、すごい、すごいとか合わせるね。ナイスシュー！さすが左から上手。いや、下亀いい。すごいですね。やっぱ左手めちゃくちゃ器用ですよね。ヒカル君は右手ドライブしても一回左でなんて言うんですか、ちょっと、一歩入れますからね。左利き、もう生粋の左利きなんですよ。おー、すごいね。めちゃくちゃいいですね。めっちゃボール回して今のマンドリジャンシュ上手だった。確かに目の前であんなボールグインって回されたらちょっとびっくりしますね。お、スタートメンバー戻ってくるかな。いいんじゃない。惜しい。いや、結構、おーっと、シュート当たってる。当たってるねー、うまいなー。いいシューターだなー。アームスリーブつけてる人ってね、2パターンに分かるんですよ。めちゃめちゃうまいシューターか、アームスリーブつけてるだけかっていう。彼はめちゃめちゃうまいシューターの方だと思ってます。
結構厳しいとこ、スレスレのとこをどんどん狙っていきますね。リスクにね、頭を突っ込んでいくというか、一見ちょっと厳しそうなところをガンガンパスさばいていきますね、日本代表は。おっと、ポイントガードは、え、デカめでいくってこと？ヒカル君も抜けちゃいましたけど、ママ君がやるってことかな。あ、そうだね。いやー、攻守にあたって結構でかいですね、負担が。この5番の選手を守って、なおかつ、オフェンスでもポイントガードやってて結構辛いぜ。大きめのサイズで攻めてきました、日本は。いやー、なんか面白いですね、こういうのを見ると。やってくれそうですもんね、ババちゃんなら。みんなのババちゃんですから。やってくれんじゃないですか。やってくれそう。いや、これはズキャーニー、ヒーズズキャーニー。大きい選手のいいところってこのポッポンパスが回るところですよね。受けても出しても大きいから、はい、かっけえなズキャーニー。 あれですね、前半のカルスの解説を、はい、ちょっと巻き戻してみてください。いやー、リュウト君すごいね。立派なドラゴンになって本当にお母さんも嬉しいですよ。リュウトって名前かっこいいよね。やっぱドラゴンが名前に入ってるとすごいかっこいいなと思います。いった、これいったわ、これいくわ。もうそんな予感がしただけだった。クレバーでした。ノリノリ、うわー、うまいんですよ。でもやっぱ杉原君本当ローポストのプレー上手っすよね。増田選手、増田とは別の意味で上手。なんて言うんだろうな、増田は、うわー、なんか難しい説明が、言語化が難しいけど、増田はその当たり合いからどうこうするっていう感じなんですけど、杉浦君はガツガツ当たってからのロールとか処理が上手ってイメージあるんですけど、検討外れですかね。ちょっと皆さん、杉浦君のいいとこぜひコメント欄で、はい、教えてください。あと守り方もね、体で守れますもんね、杉浦君は。いや、いい、守っておる。この2点リード守りたい。守った。いや、これ入んな、しょうがない。もううまいよ相手が。これうめえぜ。ババちゃんのゲームメイクに期待大ですね、これは。でもね、最後の大事なところは匠くんが出る気がする、カロスは。うわ、惜しい。あの距離でもやっぱ入りそうな気がする。マジ、いいんじゃない、いいんじゃないの、いいんじゃないの、いいんだよ、杉浦だよ。いや、いいっすね。残り5分で一気に来ましたね。ちょっとベンチももう大盛り上がりで。66対63。熱いな。古い CM 出しちゃったわ。グリーンだよ、みたいな。杉浦だよ、って。いや、ナイスブロック、ゲン君。いやー、ゲン君のゴール下のね、頼れる感がすごいですよ、この試合。坊主の高校生たちもすごい一本って、一本守ろうって声出してくれてたの、カロスほっこりしています、今。ほこついていますね。いやー、この辺の粘りは強い。いった、バババーン、チャンス。どっち、うわー、韓国か。まあしょうがないですよね。いや、いい、もうリッカーさんも一本守ろう、一本守ろうと、ここやっぱ一本守りたいですね。ちなみに壇上にいるのは、理想枠2017の時の女子日本代表応援組に入っています。いやー、ちょっとこういうシュートがね、怖いですよね、うまいし。あー、そっかそっか、
なるほどな。なんかああやってゲン君がリバウンドとか取ると、普通ね、ポイントガードは結構近場で、まあ、アウトレットって言ったりするんですけど、ボールを要求しに行くんですけど、馬場君は多分普段からブレイクで先頭走るタイプなんで、ね、ああいう位置になりがちなんですよね、きっと。いや、でも、ゆえにね、なんかあんまりそういうのに縛られず、おーい全くね、ね、そういうのに縛られず、早いブレイクが出そうですけど、まあ、しょうがないですね、切り替えていきましょう、ここは。いや、ハラハラするなぁ。6点、66対63。3点差。ハイパー、そうですね。ポイントカード入れますね。ゆっこさん。早め早めの判断が大事ですからね。ええ。いや、うまいんですよ、この選手、ほんとに。めちゃくちゃうまいの、このポイントカード。真似したい。だって、ここは、で、このダブルクラッチって結構しびれるプレーですよね。ほら、もう高校生も今すごいなって真似してるもん。ええ。こういう試合はぜひね、高校生の方々にも見に来てほしいなって思います。真似するとことか、多いし。あと、まあね、試合後に写真とかね、トップ選手に撮ってもらったりするので。いやー、硬いね、韓国のディフェンスも。馬場ちゃん、ナイスリバン。硬いですよ。8、7、6。おお。ちょっとね、フリースローですからね。ズキアニ、大地とズキアニ。ファールだから14秒か。1本作れそうですね、しっかり。欲しいとこじゃないですか、やっぱ今追い上げられてるとこで。ここで、ここ誰が行く、ゆうちゃん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 、あー、どっか行った。もう惜しいですね。でも相手めちゃめちゃもうゆうちゃんのとこにガッて固まってきてましたからね。うまい、うまいなー、本当にこのね、5番の選手はめちゃくちゃうまいですね。世界は広い。うおーにゃお、あー入っちゃいますね。ちょっと変なまねやめます。あ、今あれ、うわー、やっぱあれですね、ちょっともったいないというか、もうしょうがない、逆転を許してしまいましたが、こっからなんですよ。このあと3分。俺たちの日本代表はこんなもんじゃねえと。ちょっとあれですね、笛で止まるのが多いですね。流れは悪いけど。ここや。ちょっと見届けたいですね、これは。2点差。あー、シューターを入れてきた。いけてる、シューターを入れてきました。怖いな。ババちゃんのピック、あんな高い位置だから結構いくんじゃない、抜いた、これなんですよ。これがババセオのね、本当に一番恐ろしいところ。やっぱ縦早いのよ、もう気づいたら3メーター後方にいるのですよ。気づいたら足首ね、もう複雑な捻挫してるんですよ、一般人がついたら、ママちゃんに。いやー、頼りになる。いいね。いや、取れた。でも、韓国はやっぱ、もう、ダメだ。球際強いですね。いやー、余裕があるなー、11番。ミスマッチ。守った。いやー、来た。現在地区のチャンス、ここで誰がいるのか、たくみくんなんですわ。そうなんですわ、たくみくんもう抱きしめてくれ、両腕でギシッと出しどころも探しつつ、うまいっすね。でなんかやっぱかっけえな、シンプルかっけえな。はい、70対68、残り2分。
熱いっすね。展開がめちゃめちゃうまいよね、本当に。やっぱお互いポイントガードが上手だから見ててね、やり合いが楽しいですよね。うん、残りもう2分か。ちょっと気が抜けねえな。ここで決めたやつはもう英雄よ、英雄、日本の英雄よ。やるんちゃうん。おそろぴー、まあ入った。嘘、嘘つきなんですか、ロスは。ええ、ちょっと一個一個、チャージングじゃない、チャージングだったー。ラッキーすぎる。いやー、涼しい顔してやることやるね、あんたは。すごいよ。ちょっとババちゃんもだけど、タクミ君もヒーローだね。相手のババちょっとどこですかね。ヒーロー、ヒーローになるとき、ああ、それは今。はい、テンション上がって歌い出しちゃいましたけど、もう残り時間も少ないですよ。70対68、このまま握りたい。時間使うよね、使うよね。残り1分、チャージ、どっちだ、ファールか。いやー、やっぱあの辺のジャッジは厳しめですよね。一家さんも熱くなりました。いやはや、ここ取られたかねえな。でもね、相手は5番がちょっと引っ込みましたから、まだ得点のね、ところで恐ろしいみたいなところはないですけど、でもね、こういう時にね、仕事してくるの11番の気がする、私。うわーい、しびれる。あー、そうだね、ゆっくり行こうと。高木もらい行ってあげて。よし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 、行くんちゃいますの。あー、来た。この高木くんがね、あの、こっちの裏キュッキュッてやったらやる気がするのよ。来た。しちゃんと君らしい、ゆうちゃん、さすがです。はい、なんか感動的ですね。73対68、あっちいわ、すげえな。残り時間は25秒。いやー、ちょっとし、まあ、5点差、1本返されたらね、10秒あったら分かんないですから、ここ返されるとちょっと厳しいですよね。いや、そうなんだよね。あー、ヤンボ、ヤンボ、お前も、センキュー。おっと、浦島さんが、浦島監督が、うんうん、ふむふむ。うわいやー、ちょっとシューターに気をつけろ。いやー、やっぱインサイド強いね、70対73。ちょっとファールで切られたりすると怖いですね、ここは。逃げ切るか、日本が。いやー、皆さんちょっと最後まで楽しんでいきましょう。貴重な1勝目がかかってる試合です。高校、あのね、ゴール裏にいる高校生たちと一緒に、いや、バチバチやってくるね。バチバチやって、おーっと危ねえ。ファールで切ってくる気がする。そうだね、やっぱそうだよね。いやー、ヒヤヒヤするわ。まあでも審判もね、ここ絶対ファールで切ってくるだろうってわかるから、ちょっと準備しますよね。判決でちょっとクラクラしてきた、カルロス。ねえ、しょうがない。しょうがない、一本決めよう。
一本決めろ。残り 5.4 秒。この5秒緊張するぜ。一本決めたらね、逆転、まあ、同点はないですからね。ほぼほぼアンドワンの3以外同点は。ノーファールでいこう。ノーファールでいい。ノーファールでいい。ありがとうございます。僕たちの日本代表が、はい、貴重な1勝目を飾ってくれました。ありがとうございます。いやー、熱い試合でしたね。本当にビッグプレーも多かったし、でなんといってもやっぱりね、こっちも日本代表レベルも高いんですけど、韓国のね、学生代表もレベル高いですよね、めちゃくちゃ。ちょっとみんなでシェフワンツースリージャパンで終わりましょう。一緒に画面と。ジャパン、オッケー、ありがとうございました。という感じで、皆さんどうだったでしょうか、この試合。もう、ババちゃんとタクミくんもそうですけど、最後のユウちゃんの、杉浦のユウちゃんのスリーも、要所で決めるズキャニン、安岡ドラゴンのシュートもそうですけど、みんながみんないい仕事してましたよね、本当に。いや、めちゃくちゃ熱い試合でした。皆様、大事なお知らせがあります。明日配信する予定だった理想白ゲーム3はですね、皆さんからのリクエストもあり、カルロさん実況だけではなく選手をゲストに招いて、解説することが決まりました。なのでスケジュール変更して後日お届けします。申し訳ありません。楽しみにしていた方々、申し訳ありません。明日は、配信しません。スケジュール変更して後日お届けします。